台湾、日本に防護服5万着を提供。本日までに日韓議員懇談会を通じ、台湾政府が日本側に防護服5万着を提供したことが明らかになりました。こちらは5月末に日本に到着しており、5万着のうち半分は台湾系の医療従事者に提供され、残る半分は 日本の消防関係者に提供された模様ですこの防護服の提供について自民党の古谷慶事議員は台湾から日課議員懇談会を通じて防護服5万着を寄贈していただいた今後の豪雨など自然災害を想定して2万5千着を消防関係者へ災害時の避難所や 救助時のコロナ感染対策は重要な課題。消防議員連盟会長として、すでに消防庁と協議しています。改めて台湾には心より感謝していますと表明されておられますけども、この日本と台湾の関係、尖閣諸島同行というものもございますが、 こういったお互いですね、困ったときには、助け合う関係を今後も続けられるように、日本政府にも台湾政府にも努力し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。